あのガラッとちょっと変えたいということで、こういう感じなんですね。回避して、こっちがね、もともと使ってたやつで、こっちが新しいやつです。思ったより赤いな。そうだね、うん、はい、10時58分ですね。はい、はい、春が来ました。はい、はい、最近ね、出張とガレージ作業続きで、うん、ちょっと疲労困憊中です。そうで、一応ね、今日何をするかと言いますと、うん、後ろに止まってるのがね、ハイエースですね。僕らがずっと使ってるハイエースなんですけど、はい、ハイエースのね、今日はカスタムを久しぶりだね。久しぶりです。久しぶり。ちょっと最近ね、ハイエース出てないですねっていただいてたんで、うん、そうだね、すいません、はい、なんと今日は、はい、シートカバーを変えます。はい、そう、約3年ぐらい今ね、うちのハイエースのシートカバー3年間ぐらい使ってて、すごい気に入ってるものなんですけど、うん、また新しい、はい、新しいシートカバーにちょっとしてみようかなと思います。ですね、はい、はい、なんでちょっとまずね、今どんなシートカバーついてるのかっていうので、ね、うん、改めてお見せしたいなと思います。はい、今運転席に来ました。こちらが今使っているシートカバーになります。クラフトプラスさんのシートカバーです。でね、このアシストグリップとかもクラフトプラスさんなんですけど、これとかはね、結構初期の頃からずっと使ってる愛用品で、システムノブもあのクラフトプラスさんのもので、はい、まあ、コンソールもクラフトプラスさんのものなので、ね、ここら辺は基本クラフトプラスで、今うちは仕上がってだいぶ染まってしまってますね。はい、お世話になっております、はい、いつも。で、まあ、今回ガラッとちょっと変えたいということで、クラフトプラスさんにも相談して、なんで今回もシートカバーはクラフトプラス製ですね。そうです。では後ろ行きます。はい、はいはい、で今、セカンドシート側に来ました。最近ね、あんま車中泊できてなくて、そうだね、正直な話したいですね。で、今ここ何かっていうと、ここセカンドシートが実は折りたたんで隠れてます。下にね、木のボックスがあると思うんですけど、はい、ここに隠れてます、はい、これね、これ嫁のね、ベッドキット、ここで寝るためのベッドキット、年末ぐらい作りましたね。そうです、はい、これもともと取り外しできるようになってて、もしね、誰か乗った時にシート完全になくしちゃうと二人乗りになっちゃうんで、わざわざ残してあります。なので、まあ、シートカバーももちろん一緒に変更したいので、今回はこのベッドキットも一旦外してシートカバー付け直したいと思います。じゃあやってく、やりましょう。一旦これ外そうか。やりましょう。そうですね、これ外しましょう。はい、はい、ということで、はい、こいつをどかしていきます。そうですね、うん、はい、で今ね、天板が見えてますね。そうです、はい、天板はフローリングをちゃんと貼ってます。フローリング板を貼りましたね。で、こっち側の奥側の天板が外れるようになってるんで、うん、それ、いいよ。はい、ということで、もうね、これこっち側ないんで、そう、これだけ外せます。うん、はい、ここを回避して、はい、回避して、よいしょ。やっぱセカンドシートあるといいな。あげたね。あ、うん、セカンドシートもいいね。いいよね。いいわ。こんな感じで、ちゃんとね、後ろにも乗れるようになってます。そうです、はい、で今回はこれを全部変えていくと。そうだね、いう感じです、はい、やっていきますか。やりましょう、はい、ただいま11時47分です、はい、ということで久々に、本当に久々にシートカバー剥がしていきます、はい、これ大変だったやつ、めっちゃ思い出すな、これ。そう、3年前でしょ。はい、でこれね、取れました。これ前苦戦したんですけど、ここにプラスチックがついてて、こうやってね、こうぐるんと挟んでやるタイプです。で今後ろを剥がしてるんですけど、これね、つけるときめっちゃ大変で、だから外すの大変そうだな。取れた、取れたと思う。よいしょ、来た、取れた、来たよ。これが一番やばいもんね。すごい、あ、すごい、純正シート。純正シートだ。今こんな感じで現れました。こんな感じですね、もともとは。うわ、確かにもともとこんな感じだった、うん、じゃあやってく、前つけちゃうかね。じゃあとりあえずね、つけます。つけましょう、うん、つけましょう、持ってきます、はい、はい、後ろにね、シートカバー積んでたので、ちょっと今後ろに来たんですけど、うん、これがね、今外したシートカバー。そうです、シートカバーです。これがね、ずっとついてたんですね、うん、はい、で、今持ってきたんですけど、じゃあカロリー、これヘッドレスト持って、うん、はい、で、これ持って、
で、これをね、今外してきたんで、こういう感じだったんですね。これいる。いるでしょ。こういう感じ でした。クラフトプラスさんのブルックリンスタイルというね、名称で販売されてるやつですね。今回はオリジナルです。はい。ということでね、どういうシートカバーになったかと言いますと、これです。それからじゃやだ。それからじゃやだ。これですね。こっちがね、もともと使ってたやつで、こっちが新しいやつです。もうね、うん、思い切りましたよ。はい。これ赤です、なんで。そう。赤。やっと言ったね、やっと言った。やっと言ったよ。大事なところがね、赤です。ちょっとシックで、大人な感じの、うん、ちょっとハイエースにできたらなということで、はい、今回は赤をね、選びました。そういうことです。はい。でまあ、赤といっても、うん、ワインレッドみたいなね、うん、感じで、でそのコーデュロイと革の部分で、うん、ちょっとね、色味が違うので、それも可愛い。いよいよボディです。はい。こちらです。です、はい、後ろが、うん、こんな感じ。裏側レザーで、こっちがコーデュロイがあって、前のやつと違うとこどこだろうね。そこのベルトがない。あ、ベルトね。そう。ベルトがないです。これめちゃくちゃ渋い。そうなんで、もともとねこれもね渋いんですけど、渋かったんですけど、よりねちょっとこうレトロ感あるような、そうだね、なんかちょっと渋い感じにしたかったんで、で座席ね、はい座席です。座席の、あめっちゃいいじゃん。かわいい。めっちゃかわいいじゃん。あでちなみに、うん、クラフトプラスさんもパワーアップしてるみたいで、あの前は結構振り付けがかなりこうフィット感がすごいんでグッとやんないときつかったんですけど、うん、ちょっとねやりやすくなってるらしいです。ここがこうチャックが、ね、チャックが、ね、チャック両側についてるので非常にやりやすいです。はい、じゃあやりますか。やりますか、はい、運転席助手席を取り付けて、その後に後部座席を外してつけようか。オッケーオッケーっていう段取りでいきます。いきます。じゃあいくか。うわこれ絶対可愛い気がする。絶対可愛いね。はい。はい、では持ってきました。私ね、うん、ヘッドレスとかやることにする。あ、できた。できた？え、できた。マジで？できました。え、やばい、すぐできた。え、本当？うん。じゃあ私続いて上をやります。あ、やべ。はい、こちらもねヘッドレストできたんでつけてきます。できたできたよ。できてない。しまんね。どう？できました。めっちゃ変わった。変わったね。赤赤思ったより赤い。そうだね、いろいろ欲が出てきちゃう、これ変えると、うん、なんかこの壁の色とめっちゃ合うの。あ、確かに。これぐらいの茶色。あ、そうだね。そう、だからこの辺もそれにしたい。これぐらいの茶色にしたい。乗ってみる。あーやっぱ乗り心地いいね。そうね、うん、カスタム欲めちゃめちゃ出るかも、うん、出るね。でとりあえず後ろもやってみましょう。はい、はい、ということでねこれ変えてきますよ。はい、よいしょよいしょ。おお、はい、あ、結構逆になんかこっちのこのシートがね締め付けられてる感がすごいもん。そうね、逆にね、逆になんか締め付けられてる感が。本当だ。かぶせます。かぶせます。それ、ほ。あ、やりやすくなってる。ね、はい。じゃあ起こす。うん、それ。最後ここ入れ込まないと。おお、かわいい。待ってよ。かわいい、ソファーみたい。ちょっと待ってて。かわいい。あとここ上か。どこか。うわ、後ろやばいね。やばい。うん。うわー、あ、確かに。喫茶店じゃん。めっちゃかわいいね。ちょっと座ってみる。めっちゃかわいい。座ってみる。なんか後ろに関しては、うん、あの天井がね、あのこれチークでちょっとね濃いめの、うん、あの茶色なんで、すごいマッチしてますね。うん、してる。じゃあ、はい、ちょっと外でさ見てみようよ、どうなってるか。はい、今13時20分です。付け終わりましてね、こんな感じですね。見た目はかっこいい。でね、後ろもねこんな感じですね。かなりね赤が映えるんで、渋めの喫茶店感があります。
あ、今ね、荷室側に来ました。そう、赤いとね、すごい存在感がありますね。あの奥側のね、白い壁がかなりこう効いてて、なかなかいい色合いになったんじゃないかなっていう。はい、ただいま13時52分です。はい、2時間ぐらいかかったかな。でもね、もともと3年前にシートカバーつけた時は確かね、半日以上かかってるんだよね。そう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 、気に入りました。はい、でこれ、うん、2人でさっき話してて、はい、何かに似てるなって思ったんですよ。はい、でいろいろ考えたら、うん、あ、ルノアールに似てるんだってことになりまして、はい、ということでね、これあのルノアールスタイルという、はい、ルノアールスタイル、ルノアールスタイルです、これが。はい、まあ、いわゆるね、レトロなちょっと喫茶店みたいな感じに、うん、まあ、今でも結構いいんですけど、うん、今後ね、木の色黒くしたりとかして、うん、ちょっとカスタムできそうだなということで。そうだね、そういうね、少し大人な空間を目指していこうと思います。確かに、はい、天板とか、ちょっと色塗りで、塗り替えて、変わりそうなものに関してはちょっと塗り替えて、うん、はい、で、あと後ろの、なんだ、ベッドキットのソファーモードの時に、ソファーになって、うん、ベッドの、ベッドの揺られてるのマットレスは、そうだね、あ、ちょ、それ、それちょっと、そう、赤にしたいなって、うん、あの今ね、散らかってるんですけど、はい、ここですね、ここですね。で、これカバーになってるんで、これ外してベージュのコーデュロイから、あの同じ赤のコーデュロイにしたいね、はい、で、ルノアール感を増していきたいなって思います。はい、今日はですね、この後ちょっとガレージに行って作業をしたいので、はい、あのそろそろおいとまします。はい、ということで、このね、生まれ変わったハイエースが、うん、まあ、これからね、どんどんまたさらにリニューアルしていくんで、はい、ちょうどハウスガレージも建設中なんですけど、はい、このハイエースがね、入るガレージ建設中なんで、そうですね、まあ、そういった企画だったりとか、うん、あとプロボックスうちあるんで、その2台のね、カスタムも、そんないっぱいできる、頑張ります。とりあえずガレージ作りを頑張ります。そうだね、はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。次回もぜひぜひよろしくお願いします。この動画がいいなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録&インスタグラムチェックもお願いします。お願いします。ではまた。